10月18日のリビングライフの時間です皆様いかがお過ごしでしょうか私はウェスレアンホーリネスの玉川キリスト中央教会の本間と申します今日は恵みによって救われた人生良い行いに励む日常というタイトルでエペソの2章1節から10節の御言葉を読んでまいりましょう エベソビトへの手紙2章1節から10節さてあなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものでありかつてはそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い空中の権威を持つ支配者すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従った歩んでいました。 私たちも皆不従順の子らの中にあってかつては自分の肉の欲のままに生き肉と心の望むことを行い他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでしたしかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛の故に背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました あなた方が救われたのは恵みによるのです。神はまたキリストイエスにあって私たちを共によみがえらせ共に天井に座らせてくださいました。それはキリストイエスにあって私たちに与えられた慈愛によってこの限りなく豊かな恵みを来たるべき世々に示すためでした。この恵みの故に あなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく、神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。実に私たちは神の作品であって、良い行いをするために、キリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、 その良い行い行をあらかじめ備えてくださいました今日のこの「御言葉の中の特に10、えー、の御言葉をですね今日は思い巡らしてまいりたいと思うんですけれども、えー、この10のです、ね、最初に「実に私たちは神の作品であって」というです、ね、そういう言葉が書かれてあります。 この神の神作品ってです、ね、非常にまあ印象的な、まあ、これは翻訳の言葉でありますけれどもこの言葉によってこの「二章十節」がやはりこう大好きだというです、ね、方がきっとたくさんいらっしゃるんじゃないかなというふうに思うんですね。まあ、神の作品作品、品という言葉をしてしまうとですね何かこう芸術家なりです、ね、誰かがこう作ってそしてそれがこう展示してあるような感じ。 えー、基本的にはですねこう神の作品作品ですからそれがこう完成したという段階でそれでもう終わりですね、えー、そのような印象もあるかもしれません。でも 作るのは神様でありますから、そこに失敗はあるはずがないし、そしてそれぞれの作品に違いはあったとしてもですね、でもどちらが上で、どちらが下ということはない。本当にですね、それぞれが尊い、えー、素晴らしい神様から与えられた個性を持った作品なんだというですね、そういうようなまずこうメッセージを私たちはそこから受け取るわけです。この神の作品ということによって私たちは神様に それぞれが愛されているってうですね。そのようなことをこう受け取ることができるわけですけれども、でもこの作品という言葉ではですね、十分に表現しきれないこともあるのかなっていう気がするんですね。まあこれ聖書他の聖書を見ますと、神に作られたものというふうな役をしている聖書もありましてですね。 まあ「作品」っていう言葉の方がちょっとこう感動的な気もするんですけれどもしかし、えー、もうそれは出来上がってですねその後変えられないものというのはそういう固まってしまったようなものの印象を私たちが持つのもまた違うかもしれないというふうに思うわけであります。 確かに私たちは神の作品です。そう思うとですね、本当に感謝の思いが心に広がっていますが、しかし、十節のその後に作られた言葉をですね、読むときに、私たちはちょっとですね、心にチクッと何かを感じるかもしれません。良い行いをするために、キリストイエスにあって作られたのですという言葉が、その後に続くわけです。良い行いをするためにと言われるとですね。 確かに神様はそのような意図を持って私たちを作ってくださったんだろうけれどもしかし私は「良い行いをしているだろうか」「いやそんな自信はない」と「神様の作品と呼ばれることは感謝だけれどもそのことによって本当に涙が出るほど嬉しいけれども「良い行いをしていますか」と言われると全く自信がありませんと。 もちろん気づかなくてもですねいよいお答えをしているということもあるでしょうけれどもしかし私たちはやはりですね私たちがまだまだ未成熟であったりもしくはですねさまざまなことにこう引っ張られてしまって神様がが願っているそのことがやはりできていないといいななとう現状ももあるかもしれないんですよねですから私たちは日々主を見上げる必要があるし私たちの信仰生活も成長し引き上げられていく必要があるわけです。 このエペソの2章の前半が言ってるのは救われるために私たちに行いは必要ではない信仰によって救われるんだとしかし救われたものはその生き方を持って神様の栄光を表していくそのための作品なんだということですねでもじゃあ自分がそうできているんだろうかというふうに思うときにいや全くできていないで,す、ね、できればそうありたいと思うけれどもなかなかそうじゃないという自分の姿をそこに見出すかもしれません 神様の作品であるというか神様に作られたものであるというのはもう完成してそれが最終形として今私がいるということよりもなおお取り扱いを受け、まあ、メンテナンスを受けという表現が正しいか分かりませんけれどもですね本当にさらに実を結ぶことができるようにと本当にこうあの,のです、ねえー、枝がもし実を結ばないなら主が手入れをなさるというそういう御言葉もありますけれどもですね。 私たちは常に神様のお取り扱いの中でですね、さらに良くなるようにと。そのように、こう、いろいろとお取り扱っていただけるところをですね、私たちは神の作品であり、神に作られたものであるということですね。まあ、よく伸びしろという表現を最近使います。まだまだ伸びしろがあると。そういう意味で、私たちのこれからの歩み、信仰の歩みには。 本当に豊かな伸びしろがあるわけですねそれは私の側に伸びしろがあるのではなくて神様のお取り扱いのゆえにですね私たちには本当にこうこれからもなおなお引き上げられていく伸びしろがあるわけです1節から4節を見ますとですね救われる前の私たちの状況がいかに悲惨であったのかキリストを知らなければ この信仰に出会わなければ、いかに私たちの人生が悲惨であるのかということを知ることができます。私たちはそのことから救い出されましたけれども、容易にそこに陥るそういう危険と誘惑の中に生きているわけです。私たちは変えられましたけれども、周りは変わってない。周りの世界は前と同じなわけです。私たちがそこに帰ろうと思えば、いつでも帰れる、そのような状況にあるわけですよね。 そそしてそれははある意味では人間的な魅力に満ち多くの人がやっていること多くの人が生きていることその方が楽に見えるそのような中でですね私たちは容易ににそここ心が傾いてしまうこともあるわけですだからこそ本当にこう作品として私たちを愛し作ってくださった神様のメンテナンスといいましょうかね本当にお取り扱いをこういつもいただくことが必要なわけですね。 そのために私たちはこのような例えばリビングライフを通してですね本当に日々主の御言葉をいただいてそして自分の内側を御言葉の光によってですねこうもう一度見させていただいてそして主が何を私たちに期待しておられるのか私たちがこれからまたどうしていくべきなのかということをですね教えられていく必要があるわけですね。十節をももう一回読みますけれども実に私たちは 神の作作品であっってて良い行い行をするたためににキリスストイエスにあって作られたのです神は私たちが良い行いを歩むようにその良い行いをあらかじめ備えてくださいましたと良い行いに歩むようにというのは確かに神様の私たちに対する期待なんですけれどもしかしその良い行いさえもですね神様が備えていてくださるということですから。 本当に主がです、ね、そのような方向に常に私たちを引き上げ導こうとしてくださっているその豊かなです、ね、愛と憐れみの中に今置かれていること,ということをですね改めて思い起こしたいと思います。私たちは神の作品でありなおです、ね、本当に主が私たちを握りそして私たちを作り変え続けてくださっているそのプロセスの中に生かされているという恵みをもう一度確認しましょう。 このエペソの手紙の一つの特徴は本当に神様の大きな力大能の力というものが私たちの信仰の歩みにも働いているそして私たちの救いというものはすでに永遠の計画であるということですね永遠の計画というときにそれは過去における永遠という意味でもありますが未来における永遠という意味でもありますよねそもそも永遠には過去も未来もないわけですから ですからその計画は天地創造の前からでありそしてそのいわゆるメンテナンスといいましょうか保証といいましょうか本当に主のお取り扱いの継続性というのはこれからずっとだということですねしかもそれが神様の滞納の力によってなされているもういざですね救われて神の作品だと自覚したらあとはあなたの頑張りですよと言ってですねポンと展示台に置かれているのではなくて今もなお神様の手に握られて その永遠の愛の中で私たちが導かれているそのことをですね本当に感謝して信頼してそして私が変化することを待ちたいと思うんですねまた愛する一人一人が変化することを待ちたいと思うんですね主はそのことのために本当にですね対応の力を働かせて今日も私たちを愛してくださっていることを覚えようではありませんかお祈りをいたします愛する。 れみ深い主よいまだに肉と心が欲するものにしがみついてしまう私の弱さをお許しください罪と汚れによって死んでいた私を計り知ることのできない愛をもって救ってくださった恵みを誇りとして生きていけますように主の御手によって作られた人生を どうぞあなたの働きのためにお持ちください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。